はい。皆さん、こんにちは。2021年5月30日。5月もいよいよ最後となってしまいました。早いものですね。えー、っと、半年経つんですね。今年も始まってね。と思いますけれども。あ、来月で半年か。まあまあ、5月も最後でございます。はい。でですね、今週ですね、えー、のパワープラットフォームウィークのお時間なんですけれども、今週ですね、やっぱりね、また多いんですよ。えー、っと、先週ね。ん先週今週 先週か。えっと、マイクロソフトビルドがありましたので、えー、その影響でですね、えー、今週17件ございます。なので、えー、っと、2つ、もしくは3つに動画を分けていこうかなと思ってます。今のところ2つに分けようかなと思ってますけど、編集の結果3つになる可能性もございます。はい。 ということで、えー、早速ですけれども、まあ、順番にですね、パワーアップスから行ってみたいなと思います。で、パワーアップスをやった後に、えっ、ー、と、ちょっと飛ばそうかなと思ってます。パワーアップス、パワーオートメイトやって、パーバーチャルエージェントを先にやろうかなと今のところ思っております。はい。え、編集の結果変わるかもしれませんけれども、そこはご了承ください。はい。ということでね、行ってみましょう。Let's go はい。画面を切り替えました。はい。今週分17件ございます。さて、じゃあ早速ですけれどもね、行ってみたいなというふうに思います。えー、パワープスがですね、今週6件ございますね。あ、先にこっち、ちょっと拾ってみましょう。えーと、パワープスが6件、パワーバーチャーごめんなさい、パワーオートメートが1件、パワー BI が6件の、パワークエリが2件、パワーバーチャルエジェントが2件ということで、えー、パワープスとパワー BI がー突出して、まあ、6件ずつですね。 ございます。というところです。なので、パワーアップスから行ってみたいと思います。はい。で、パワーアップス。まず1個目です。えー、パワーパープスポータルズ、えー、エディットポータルウィズパープラットフォーム VS コードエクステンションと。ね。これ VS があの、VS ってバーサスに見えるんですけど、違いますよ、これ。ビジュアルスタジオのことですね。VS コードエクステンションということで、えー、と、VS コードエクステンションにですね、えー これはパワープラットフォームをのポータルですね。これを、あなんでごめんなさい。パワーアップスポータルを編集するためのエクステンションが出てきたよというような感じかなというふうに思います。はい。で、ちょっと日本語にさせていただいてですね。はい。えー、はい、ポータルの VS コード拡張機能は、VS コードを使用してポータルを構成する機能を追加し、組み込みのリティット言語を インテリジェンスを使用して、コード保管支援ヒントのヘルプを利用しながら VS コードを使用して、ポータルインターフェースをカスタマイズしますということです。で、まだまだプレビューだよということです。で、プレビュー中なんですけども、今提供している機能はこの3つっていうことですね。えー、と、VS コードターミナルからのパワーアップスの CLI のサポート、それからポータルのファイルアイコンテーマ、オートコンプリートサポートということです。 で、どうやって始めるのっていうことでですね、ここに、えー、とリンクがございまして、これマーケットプレイスですね。ベースコードのマーケットプレイスなので、えー、ここからエクステンションをダウンロードしてインストールすることができますよということです。まあ、ベースコードを使われている方はわかりますわね。まあ、こっちで自分で探してもいいかなというふうに思います。これはベースコードで自分で探しているところですよね。えっ、ー、と、マーケットプレイス開いて、はい、検索して、これねっていうことで選んでますということです。 で、えー、あ、で、これちゃんとね、あの、VS Code なのって、Windows および Mac 両方サポートされてますよ、ということです。えー、で、ポータルコマンド、インストールしてあるポータルコマンドを使用して、ポータルのカスタマイズをダウンロードして、この拡張機能を編集ファイルに使用できますと。で、VS Code ー,ー,ーミナルからの p e r h ップス CLI サポートですね。えー、CLI なので、こういう、いわゆる、コマンドプロンプトみたいな、うん、文字で、 やり取りをするインターフェースが提供されていまして、そこでできるよということですね。例えば、これをインストールするとですね、最新のパワープラットフォーム CLI、別名 PAC って言いますけど、はい。これが VS Code Terminal で利用可能になります。そのため、開発者は直接ポータルコマンドを使用して、VS Code Terminal から直接ポータルの変更をダウンロードおよびアップロードすることができますということです。 パープスポータルのファイルアイコンテーマっていうことで、えっ、ー、と、パープスポータルは皆さんもご存知だと思いますけども、外部に公開できるパワーアップスですよね。なので、えっ、ー、と、そこにある、まあ、こういう一連の、いわゆるリソース、コンテンツがダウンロードできるので、それを、まあ、編集しちゃおうということですよね。で、ちゃんとオートコンプリートも効くので、つまりインテリセンスが効ていますよということです。で、 今、こうやって使えるので、えー、パブリックプレビュー中でございますから、えーまあ、GA、一般提供開始に向けてですね、えー、皆さんのご意見を、フィードバックお待ちしておりますよ、ということですで。詳細な概要についてはこちらのドキュメントをご覧くださいということで、これドックスがありますので、こっちを見ていただければいいんじゃないかなと思います。はい、これがまず1個目です。はい、続いて2つ目でございます。 えー introducing power-ups ideas, AI powered assistance now helps anyone create apps using natural language ということで、これは、えっ、ー、と、ビルドのキーノートでも紹介がされて、えー、結構話題になってましたね。はい、GPT-3 を使うよというお話のことです。えっ、ー、と、機能名としては power-ups ideas っていうことですね。えっ、ー、と、こっちは今訳されちゃってますけれども、戻しましょうか。もっと、あ、いや。 別ページで開いて。はい。これですね。え、機能名としてはここです。パワーアップスアイディアス。これが機能名ですね。はい。ここらを押さえておいてください。で、戻りまして。自然言語を使用して、要はコーディング。ま、コーディングって言っていいのかなま、でもコーディングできますよということですね。え、究極のローコードアプリ、え、構築のエクスペリエンスっていうのは、アプリで何をしたいのか平易な言語で記述して、そのアプリが瞬時に作成されるエクスペリエンスです。と つまり何々したいのとかね。なんか見せてとかって。これが欲しいとかって言ったら、それが高度化されるっていうものです。で、今日私たちはその夢に向けて大きな一歩を踏み出しています。と地球上で最も先進的な自然言語 AI モデルの一つ、OpenAI の GPT-3 というふうに名前が出いてますね。はい。えー、として知られているモデルを微調整し、自然言語入力に基づいて p ー w e r f x の公式を自動的に生成しました。と 言っております。えっ、ー、と、ちょっとだけ補足すると GPT-3 ですけれども、これ検索するとね、あの出てくるんですけども、去年ですね、あの、マイクロソフトが、えっ、ー、と、独占的にそのライセンス、使用権をですね、獲得してるんですね。えー、なので、マイクロソフトがこうやって自社の製品に、えー、組み込むことができるようになっております。あの、決して GPT-3 自体がマイクロソフトの製品であるということではないです。その使用権を買ってるってことですね。 えっと、なので、オープン a i と呼ばれている、まあ、団体があるんですけど、有名なところだと、ここにですね、いろんな、あの、投資家が参加しているんですけども、えっ、ー、と、有名なところだと、テスラの、う創業者である、あ、名前忘れた。えー、ちょっと待ってくださいね。検索しよう。よしょ。あ、イーロンマスク、思い出しました。はい。これ、日本語の記事で、NTT データの記事ですけども、はい。こういうのがあったりします。 ここですね。GPT-3 とはって言って。ちょっともっと小さいかな。はい。えっ、ー、と、イーロンマスクとか有力な実用化投資家が参加したことで注目を集めた OpenAI が開発している言語モデルの最新版のことを GPT-3 というふうに呼びますと。えー、45TB の大規模なテキストデータをですね、これを約1750億個のパラメータを使用して学習するため、高い精度である単語の次に来る単語の予測を 可能にして、あたかも人間書いたような文章を自動で生成します。ということで、ここから下にね、どういうことなのかっていうのはちょこっと書かれてます。例えば、明日の天気はっていうふうに、文章が来たときに、その次に来るものっていうので、晴れが40%、曇りが30%、雨が15%、明るい、嬉しい、美味しい、はみたいなものっていうのが、それぞれの割合で来るよ。というふうに、えー、まあ、例えばこのモデルでは、学習をしていますと。と なので、候補として、明日の天気はって売られたら、入れられたら、まあ、4割が晴れですから。ね。これを予測することができるということですね。まあ、こういうのをいろんな組み合わせてですね、自然言語のモデルとして、解析ができますよ、ということ。まあ、そういうものに利用できますよ、ということ。これが GPT-3 というものです。はい。ま詳しくは皆さん調べてみてください。で、それを利用してですね、 ええー、これが、この機能、パー、えー、パーアップスアイディアズが実現されているということです。で、えー、サティアが、えー、本日のマイクロソフトビルドの基調講演で発表したようにと、GPT-3 やその他のマイクロソフト AI テクノロジーをパーアップススタジオに追加することで、すべてのメーカー作成者がですね、必要なアプリを素早く構築して、そのプロセスの高度な概念をより簡単に習得できるようになりますよということです。まあ、イメージここに今、あの、デモもありましたけど、 ビルドの中で。じゃ今、ちょっと s h o m なんちゃらつってね。私に見せてって言ってますよね。えっ、ー、と、もう一回見るかな。はい。ここですね。s h o me the customers from the US whose subscription is expired だと。つまり、えっ、ー、と、サブスクリプションの期限が切れているアメリカの、えー、ユーザー、まあ、カスタマーズつってね、顧客ですね。を私に見せてくださいと。これあの、日本語で考えると、そういう、まあ、まさに自然言語ですよね。 で、そういう風うに入れると、裏側で PowerFX の、はい、ここですね。関数を利用したものが、こうやって自動的に作られるわけですね。それを適用することで、例えばこの一覧っていうのは、えー、まあ名前を作るとしたらあれですね。アメリカの、なんでしょうね。期限切れのユーザー一覧みたいなことになるわけですと。なので、そういう風うに入れていくことによって裏側、裏側に数式が作られていく。 パワ、えーフェクスの式が作られていくので、まあ、喋るというよりは、ま、打ち込むんですけれども、こういう感じでコーディングができていくよ、ということでございます。これをパワーフェクスの機能として追加しましたと。パワ,フパフパワーフェックスは、えーまあ、こう書いてますけども、すでにオープンソースのプログラミング言語として公開されておりますよね。 はい。そこに、そういう機能が追加されるよ、ということで。まあ、だから実質、利用するっていう意味で言うと、その、GPT-3 を組み込んだ AI っていうのも、言語の中で使うことができるよ、ということですね。はい、まあ、意識しないで自然に使えるという方がいいかもしれません。で、ここに、あの、パ e ーフェクスに自然言語ということで、1750億個のパラメータを用いて訓練された GPT-3 は、と、先ほどのね、こっちの記事と合ってますよね。同じ内容を言ってます。 自然言語のプロンプトに基づいて人間のようなテキストを理解し生成することができるディープラーニングを実装する高度な自然言語 AI モデルですと。マイクロソフトは GPT-3 の開発者である OpenAI と戦略的なコラボレーションを行って p ーアップ p スなどの製品にモデルを適用できるようにしますと。ここの n a d のっていうところがとてもポイントですよね。p ーアップ p スだけじゃないんですよ。これ後ほど出てくるんで、この動画じゃないかな。別の動画かもしれませんけれども。はい。 あの、このシリーズ。今回の、この、今週分のパワー、パワープラットフォーム、ウィークリーニュースの中のどこかに、他にも出てきますってことだけ言っておきます。はい。なので、製品。だから、ま、今後、いっぱい他のものも出てくるんでしょうねってことは予想しますよね。パワープラットフォーム以外でもってことですね。はい。で、えっ、ー、と、GPT-3 を微調整して PyFX が進し の数式がどのように構築されているかを理解することで自然言語入力におけるモデルの既存の強みを活,かして活用して、パワーアップスの作成者、まあ開発者ですね、が友人や同僚と同じようにロジックを記述してアプリの適切な数式を利用できるようになりますと。これはあの、勘違いされている方がいらっしゃったので誤解なきように言っておくと、あくまでですね、この AI ですね、が使われているのは、 えっと、要は言語解析ですよね。つまり、入力された言語、えー、文章ですね。文を解析するのに使われて、で、そこから導き出される式を特定するのにもおそらく使われているでしょう。ということです。あのー、たまに、一人ね、一人、数名いらっしゃいました。これ PowerFX、Power Apps にこういう自然言語 AI モデルが追加されたってことは、 えっと、パワーアップスのアプリケーション自体から、自分が作るね、アプリケーション自体からそのモデルが使えるんですかっていうことを言われている方いらっしゃいましたけども、そうではないということはわかるかと思います。ということです。はい。なんで、あくまで言語を、で、えっ、ー、と、実装するときですね。えー、そのときに使えるものとして実装され、えー、っと、いいのか。実装されてますよと使われてますよということです。はい。といった感じです。 であとはね、他にも例によるプログラミングってことで、やっぱりこれもプログラミングなんですよね。に使えますよってことで、PBE って書いてあるのは、これ、プログラミング by Example。 の略で PBE って言ってます。まあ、この訳仕方はあんま僕好きじゃないっていうかよくいいと思えないですけど、まあいいですね。<laughs> まあ意味は知っときましょうってことですね、はい。入出力、入力出力例からスクリプトを生成できる AI の新しいフロンティアですと AI を活用した PBE、まあ例によるプログラミングっていうのはユーザーが元の値にパターンや式を適用することでデアラリーやデータテーブル内のデータを簡単に管理および操作できるようにしますと複雑な数式を適用する代わりに え、例を示すことでモデルをプログラミングできます。データが適切にフォーマットされている場合は、そのデータをプログラミングするのに十分な例がありますと、それ以上の例を使用してモデルをプログラミングできますと。これ、あの、今ご覧になっている方の中で、うーんと、Power BI、デスクトップですね、に慣れてらっしゃる方は、え、なんかどっか聞いたことあるなというふうに思われると思うんです。うん、そうなんですよ。あのね、Power BI の人はもうね、これ慣れてるんですよね。特区の昔からこう、実装されているので、 はい。あの、GPT-3 を使ったものではないですけども、あの、とっくの昔からこれ実あの、実現されてるんですよね。だから、ああ、あれのことかと。あ,あそういうものが、えー、パープスに来るんだと。というふうに思っていただければよくて。うん、で、知らない方ですね。ご存じない方に言うと、要はデータを選んで、えー、と、例えばなんだろうな。えー、と、生と名に分かれているフィールド。思ってるデータを今持ってますと。で、 えっと、よくあるのが、フルネームで、えー、まあ、つなげてね、あの、コンキャット、コンカチネートして、結合して、えっ、ー、と、フルネームで表示したいよ。これよくあるケースです。で、ただし、生と名の間に半角スペース入れておきたいですと。ね。だから半角スペースでつなぎたいですよって言ったとき、まあ、普通は式を書いてやりますよね。まあ、それくらいだったら普通に、あの、自分で自家書きすることもそんな苦じゃないでしょうと。ただ、そういうものに対して、んと、生を先に、ね、データを選んどいて、生をさ、 自家打ちするんですね。で、次に、半角スペース入れて、名を打ってあげるんですよ。一つのデータ、一行のデータで、それをやってあげると、それを見た、あの、この AI が、例によるプログラミングなので、あ、なるほどね。そういうふうにあんた結合したいんだ。っていうふうに、解釈をしてくれて、以下、他のデータを全部そういうふうに変えてくれるんですよ。で、これが例によるプログラミングってやつで、今ここでやってるのは、おそらくですね、 下に出ているのが、これあれですね。ああ、ちょっとちっちゃいんですけども、えっ、ー、と、メールアドレスですね。で、メールアドレスで、えっ、ー、と、アットマーク以降を消してるんですよ。ここでね。今消しました。選んで消しましたと。そうすると、アットマークより前。まあ、あの、ユーザー名だけ残りますよね、と。で、消して、そうすると、こういう式でしょと。あんたこれがしたいんでしょと。つまり、アットマーク以降が消したいんでしょっていうことを理解してくれて、式が、ビョンと今出てきます。 はい、出てきましたね。で、これを適用すると、他のデータもその式が適用されて、全部そういう風になるということですね。これが例によるプログラミング、えー、PBE ということになります。はい。とても便利ですよね。まぁ、あ、Excel なんかに近い、あの、機能ございますよね。そんなイメージを持ってくれればいいでしょう。とはい。ということです。ということが、今回のトピックですね。はい。GPT-3 のお話。で、責任ある AI プロテクト。 テストにの取り組みということで他にも書かれておりますと。はい。なので、えっと、ここら辺に書いてあるのかなうーんと。どっかになかったっけこの辺かなマイクロ、えっ、ー、と、これなんて読んだろうプローズでいいのかなこの研究及びエンジニアリングチームはマイクロソフトリサーチの一部であり、プログラム合成、えー、例と自然言語によるプログラミングのための APIS を開発して、 えー、それらを実際の製品に取り込んで、あ、ごめんなさい、これ API 図か。API ですね。を、えー、開発して、それらを実際の製品に組み込んでいます、えー、プローズでいいのかなこれはすでに Power BI、Excel、および Visual Studio に統合されています、ということです。はい。なので、えー、ね、Power BI にはもね、とっくに統合されてるんですよ、といこと、まあ。Excel にもありますし、Visual Studio でも使えると。 いうことです。まあ、これ使ってる方は自然に使ってるので、あの、逆に言うと意識しなくていいんですよね。あ、だからこれ GPT-3 で使われてんだなとか、そんなこと意識する必要がなくて、なくて。AI っていうのは、あの、自然と使われていくものなので、なるほどなと思っていただければいいと思います。ということです。はい。で、ちなみにまだ使えないと思うんですよ。ここで発表されてますけど、2021年6月のプレビューなので、もうちょっとかな。6月入ってから多分使えるようになると思いますので、えー、それまでちょっと待っておきましょうと。 いうことです。はい。これがね、今回のビルドで、えー、一番盛り上がっていた Power AI アイディアのお話でした。はい。1,2と。はい。続いて Power Apps 3つ目ですね。Power Apps Portals Introducing Power Virtual Agents Integration Using Chatbot Component Public Preview ということです。はい。これは Power Apps Portal で、えーと、Power Virtual Agent のボット。 が、のコンポーネントが使えるようになったよってことかな。えーパーアップスポータルでは、パーバーチャルエージェントチャットボットを追加して、ポータルページに訪問者が投稿した質問に回答できますと。えーパー,パーアップスポータルっていうのは、あの、先ほどもちょこっと言いましたけれども、パワーアップスのアプリって通常を組織内で使うものです。で、だけど、同じ作り方とかね、あとデータバースのデータを使う、アクセスさせるようなウェブページが外に公開したいですよと。 いう場合はシナリオとしてあると思います。その場合に使うのがパワーアップスポータルですね。なんで外部公開できるパワーアップスだと思ってくださいということです。まあ、実際アプリの作り方はちょっと違うんですけどね。パワーップスポータルはもう普通に HTML を操作していくような書き方もできますし、えっ、ー、と、マウス操作で HTML を作っていくような感じ。あの、よくブログ、 サイトみたいな感じですよね。にありますよね。マウス操作だけで画面作っていく。まあ、そんなイメージです。なので、従来のパワーアップスとはちょっと作り方、パワース,スタジオでアプリを作っていくようなイメージとはちょっと違うんですけども、ということは言っておきます。で、パワーアップスポータルに、えー、まあ、このパワーバーチャルエージェントのチャットボットの、 コンポーネント。これが追加できるようになりましたよってお話ですね。で、チャットボット。ボットは様々なトピックとトリガーフレーズで構成され、チャット会話。で、訪問者が投稿した質問に自動的に回答できますよということです。ま、よくありますよね。今の世の中にね、製品ページとか行ったら、あの、ご質問何かございますかって右下からマヨーンって出てくるやつとかね。ああいうのがボットでございますということです。で、現在パブリックプレビュー中でございますので、今使える機能はこういうことですよというお話ですね。 データバース環境からボットを追加する、すべてのページにボットを追加する、特定のページにボットを追加すると。で、始めるにはどうすればいいんですかってことで、ポータルのバージョンが 9.3.4.x 以降ってことですね。で、かつ、スターターポータルパッケージバージョンが9.2.2.1、んに、9.2.2103以降である必要がありますと。ということです。えー、まあ、作るにはまずチャットボットを作ってくださいねということなので、 え、まずボトを作成する必要がありますと。まあ、そらそうですわなと。いうことなので、えっ、ー、と、チャットボットの方を先に作って、まあ、こっちで見て作ってくださいねと。で、それを参照するような感じで、えー、パワーアップスポータルやりますよということです。で、データバス環境からボト t を追加するということで、プレビューでこの機能を試すことができます。つまり、make.preview.pahps.com ですね。通常皆さんが使われているのはこのプレビューがないやつですけども、えー、これプレビューって入れることで、プレビュー機能を試すことができますよと言っております。はい。で、えー、ポータルスタジオ。 からえー、と左ペインンンからコンポーネントここにチャットボットがいますよと。ここですね。ビヨーン、ここです。がいるので、これ追加してくださいと。で、えー、こっち側で設定してくださいということですよね。おそらくここにチャットボットって出てきてますけど、ここに出てくるものが、あの、自身のパーバーチャルエージェント環境に、事前に作ってあるチャットボットの一覧がまたドロップダウンに出るんだと思います。 で、すべてのページにボットを追加するってやると、多分このパワーアップスポータルで公開するウェブサイトの全部のページに追加されるもの。で、特定のページに、まあ普通特定のページに追加しますよね、とは思いますけども、追加するもの。っていうことです。はい。なので、えっ、ー、と、パワーアップスポータルですでにページを公開されている方でチャットボット追加したいよという方は、ぜひぜひやってみたらいかがでしょうか、ということです。よいしょと。 はい。1,2,3. 続いて4つ目かな。パワー FX カミングトゥーモデルドリブンパワーアップスデータバース d m o モアということですね。パ e r FX がモデル駆動型やデータバースにもう少しで来るよというような言い方でしょうか。はい。えー、2ヶ月以上前にイグナイトでパ e r FX 発表しましたね。オープンソースですよっていうことです。 で、私たちがそれが生み出した関心と興奮のレベルを想像することができませんでした。まあ予想を超えていてありがとうございますと。それは素晴らしいことですと。えー、マイクロソフト内外のチームは Excel のようなローコード言語を顧客に提供する方法を知るために定期的にアプローチをとっていますと。Excel にルーツを持ち、えー、ロジックの力を関係にする p o w e r ク x はプロコードを通じてシームレスに行動を使用しない 幅広いメーカーにとって優れた言語になるでしょうと。私たちは今日これを達成する方法の一つを発表しています。GPT-3 やプローズでいいのかなちょっと読み方わかんないですけど。などの AI ツールを使用して、えー、コードメーカーがー、コード作成者ですね。えー、開発者って言った方がいいのかなえー、と、パーフェクスを書くのを助けることはありませんと。えー、あ書くのを助けることはありません。まあ、助けますよっていうことを言いたいですよね。はい。えーと、まあ、 また、パワープラットフォーム内外でより多くの製品とパワー FX を統合することに懸命に取り組んできました。えっと、今日、こんにちは。イノベーションの3つの分野に関する最新情報を共有したいと思いますと。え、モデル駆動型コマンドメーカー。コマンドかなコマンドで切った方がいいね、これ多分。えっと、モデル駆動型のコマンド。 データ逆、バース、逆って訳されてますけど、これデータバースですね。データバースの計算列、それからアクマティカ、アクマティカってアクマティカ、はい、のようですね。はい。えっ、ー、と、作成者は、もはや独自のコマンドを作成するために JavaScript を学び書く必要はありませんよと、えー、キャンバスアプリで使用されないと、同じ PowerFX 数式を、まあ、関数って言った方がいいのかな、を使用してデータバースデータをテストおよび変更できますと。 データバースの計算列。既存の設備に代わる最新かつ強力な代替手段であるデータバースで、計算列とロールアップに PowerFX 数式を使用できますということです。これいいですね。うん。Power Platform や Microsoft を超えてアクマティカは他のフィールドを参照し、関連テーブルで集計計算を行うことができるフォーム上の計算フィールドの PowerFX を統合しました。PowerFX って言いづらいですね。 いい <laughs> はい。で、モデル駆動型のコマンドです。えー、っと、メーカーが、まあ、作成者が PowerFX と使い慣れた Excel 数式バーを使用して独自のコマンドを作成できることをビルードで発表しますと。えー、これにより市民開発者のロジックを表現するバーが大幅に低下します。まあ、簡単になりますよと。えー、非同期 JavaScript コードを学習してデバッグする必要がなくなりました。 ま、これまでね、その、モデル駆動型ってそういうふうにやるしかなかった部分があるので、そこが PowerFX、まあ、要は PowerApps を作るようにですね、キャンバスアプリを作るように、えー、できるようになったよってことですね。今、ここに書いてますね。はい。なので、そういうふうに、えー、とてもなんだろう。それって、裾野が広がることですよね。もちろん、インテリセンスは効くし、エラーも教えてくれるし、ということです。はい。えー、つ、 これがモデル駆動型のコマンド用の FX、コマンドングってなんだ。えっと、6月末までにパブリックプレビューとして出荷されますということなので、え、まあ、6月中に使えるようになるよと。一応パブリックプレビューとしてね、使えるようになるよということで、まあ、すでに使える人もいら、もしかしたらいらっしゃるかもしれません。え、まだ使えない人は気長に待ちましょうということです。で、データバースの計算列の話です。えっと、データバースは既存の計算列とロールアップ機能を持っています。 しかし、フルスクリーンポップアップエディーターを必要として操作するのは簡単ではなくて多くの機能を提供していません。トリムレフトのような関数は学習が必要な他の言語では同じ名前で表示されません。と私たちは PowerFX でこの重要な領域をアップデートすることをビルドで発表しております。数式バーは列の設定に直接インラインで表示されます。ここかなここかなここのことですね。 うーんと。そうだね。LINE アマウントって書いていって、ディスクリプションのところにイコールで書いて、ネットアマウント足すことのセールスタックスって今書いてますね。そうすると、LINE アマウント列が計算列としてえ作られたよということですね。はい。うーん。利用可能な関数の数は10倍に拡大しましたが、今日のキャンパスアプリで 楽しむデータバース関係のサポートを利用して、ロールアップは単一のエクスペリエンスにマージされますと。データバースの計算列は、これも6月末までにパブリックプレビューとして出荷されますよということです。でここはアクマティカの話なんで、これはごめんなさい、飛ばしましょう。でも、まあ、アクマティカでもパ o ー e フェクス使えるようになるってるんですね。面白いですね。はい。ということで、これは以上にします。2, 3 4 続いて五つ目ですかね。えーと、三 new パワープソリューションズ to enhance information discovery and create more include インクルーシブオーガナイゼーションということで何の話ですかこれ。えー、全然今頭に入ってこなかったですけども、うーん、だっとっと。はい。えー、情報発見を強化し、より包括的な組織を作成する三つの新しいパワーアップソリューション。なるほど。ということで、えーっと。 チームズ用のデータバース、まあ、データバフォーチームズですね、に関する3つの新しいパワーアップスソリューションのプレビューリリースを発表することに興奮していますと。えー、プロファイル、ボード、およびパースペクティブと。これらのアプリは、えー、従業員アプリ、あ、ごめんなさい、従業員のアイディア、検査、問題報告、速報、マイルソーなどの一連の拡張可能なサンプルアプリに追加されますと。 すでに数千の顧客がサンプルソリューションを導入しており、これらのソリューションを基準の方法で使用したり、独自のニーズに合わせてローコード拡張を使用してカスタマイズしたりすることでメリットを得ていますと。これらのテンプレートソリューションは、チームのコラボレーションファブリックに直接ラインオブビジネスアプリケーションを統合することで、組織がデジタルトランスフォーメーションへの移行を加速させる手助けをしますということです。 なるほどね。あの、ラインオブビジネス、ビジネスって言い方がここに出てますけども、よく LOB って言い方されますけども、これはあの、ビジネスの第一線っていう意味でございまして、要は現場の方のことを指します。うん。なんで、現場だったり、あるいは事情部の実際の方っていう意味で、ラインオブビジネスって言い方をしますので、まあ、これを押さえおいた方がいいでしょうね。はい。 なんで、Line of ジネスアプリケーションというって言い方をすると、ま、あの、実際のユーザーさんだったり、事業部で使われる方、ということで、はい。あの、管理職とかをイメージするものではないよ、というふうに押さえていただければいいと思います。で、この話は、要は、3つの新しい、えっと、テンプレートアプリですね。これを展開しますよ、ということのようですね。なんで、プロファイルプラスっていうのを使用して、組織内のユーザーの詳細を確認する。 えープロ,ファイスプ,ロプロファイルプラスは、ソリューション、プロファイルプラスソリューションは、はい。ソリューションか。ああアプリって言わない方がいいかな。ソリューションって言った方がいいかもしれませんね。 まあ、ひとまとめにした塊ですよね。アプリとかな、そういうものってことなので、ソリューションって言った方がいいかな。そうですね。えー、同僚を素早く検索して、組織構造と役割を理解し、オープンポジションについて学習するのに役立ちます。と、チーム内からプロフィールを更新し、紹介やビデオを通過して自分の個性を表現することができます。と、現在のプロジェクト、プロジェクト、専門分野、目標、関心事項など、同僚が自分をよりよく知るのに役立つ、う追加情報を追加できますと。と プロジェクトと専門知識でフリタリングする能力は同じ志を持つ人々が互いを見つけてつながり、ながる新しい機会を生み出します。えー、実際に会ったり共同作業したい人を見つけたりしたら、チャットで自己紹介したり、その人に電話をかけたり、チーム会議をスケジュールしたりするのは簡単でございますと。まあ、そうだね。まあ、ある程度の規模になると、あの、同僚にどういう人がいらっしゃるのか、どういう資料を持った方がいるのか、あるいは必要なんだけどどこの部署にいるのか、みたいなことがわからないっていうことあると思いますので、まあ、こういうものを使って、 自社の従業員を検索するっていうのはとても大事だし、いろんなところで結構欲しいですって言われること多いですよね。なので、そういうテンプレートがあるので、まあこれ入れてみて使ってみて実際にちょっとカスタマイズしていくなんていうことはとってもいいんじゃないかなと思います。はい。続いて、パースペクティブですね。パースペクティブで仲間や専門家のナレッジベースを活用ということで、パースペクティブアプリは組織内で聞いて聞かれる場所ですと。 えー、質問や会話の開始を投稿するだけでトピックに関するディスカッションを開始できます。チームの他のメンバーは投稿された質問に対する回答を提供できます。えー、チームメンバーが回答を上げたり、ディスカッションの作成者が推奨とフラグを立てると最も関連性の高いコンテンツがトップに上がります。簡単な検索と閲覧の操作により自分の視点を共有したり、チームの集合的な知識を活用したりする場合でも興味深いディスカッションを簡単に見つけることができます。進行中のチームの会話をパースケプ パースペクティブに簡単に取り組むことができますっていう。これあれですね。フォーラムみたいなイメージですよね。それを、え提供する。だからトピック作って多分ディスカッションができるんですよね。そこでね。っていう感じですね。うん。これも面白そうですね。まあチームズのチームでいいじゃないかっていう方もいらっしゃるかもしれませんけど、やっぱりチームズのチームって、のチャットとか、あまあチームチャットとかって流れていっちゃうってよく聞くので、 そこが辛いところでもあると思うんですよね。だからこういうふうによこれ検索できるはずなので、うん。これはとってもいいんじゃないかなと思います。はい。で、整理された情報を維持し、ボードでコンテンツを発見ということで、これは特定のトピックに関する情報やリソースは、チームチャンネルチャットの会話、チェアポイント上のファイル、内部ウェブリンク、山の投稿など、広範囲に広がって見つけにくく表示、見つけにくく表示できます。 ボードを使用すると共有スペースを作成して、この情報をすべて収集し、カテゴリー別に整理することができます。あなるほど。散らばってる情報をあの整理するよということですね。できるよと。チームのメンバー全員がボードに貢献し、クラウドソーシングを可能にして、えー、整理できますと。チームオーナーはユーザーが作成した情報を、えー、編集する機能を使用して情報の正確性を管理できますと。うん。他のサンプルソリューションと同様にソースを追加したり、ブルテインズなどの他のアプリケーションと統合したりして、 えー、独自のビジネスニーズに合わせてアプリケーションをカスタマイズできます。GitHub の GitHub からアプリのプレビュー版を入手、えー。アプリケーションはワンクリックインストールを使用してチームに展開することができますよということです。まあ、こういった3つの、ね、テンプレートソリューションをて発表してますので、ぜひぜひ使ってみてくださいということですね。今日、今回のこの3つはとてもなんかいいですね、これね。僕も使ってみたいなと今思いました。 さてさて、パワーアップスの最後ですね。はい。7つ目。ごめんなさい。6個目か。6つ目ですね。スパニッシュビジネスアップスサミット順、4th and 5th ということで、スペイン語でビジネスアプリケーションサミットみたいなことをやるのかなっていうことのようです。はい。えー、と、これはいつですか ?6 月の4日、5日ということで、えー、ご興味ある方は見てみてくださいと。はい。 ということで、パワーアップスは以上となります。はい。続いて、パワーオートメントに行きます。パワーオートメントはね、1件だけでございます。さあ、行ってみましょう。はい。これは Red、Reduce Process Bottlenecks with Process Advisor for Power a u t o m a t Now Generally Available ということですね。はい。Power a u t o m a t の Process Advisor を使用して、プロセスのボトルネックを削減しますと。えー現在は一般に公開、自衛してますよということです。 えー、プロセスアプリアドバイザーの話ですね。えー、と、企業がイノベーションに対して、軽快で生産性を重視するよう努める中で、職場の自動化が中心になっていますと、パワーオートメイトのような適切なツールを使えば、 え誰もが時間のかかるタスクを削減して最も重要な作業に集中できますと。実際、パワーオートメイトデスクトップが Windows 10ユーザーに追加費用なしで利用できると発表したイグナイトの翌月、パワーオートメイトは前月に6回ダウンロード、6回じゃないんだ、これ6倍か。多分タイムズですね。6倍ダウンロード率を上げ、より多くの顧客に自動化を提供しました。6倍ってすごいですね。 なるほどね。これはコードを含むプロセス、ロボットプロセス自動化、RPA ですね。が提供する未開拓の機械の証であり、お客様が繰り返しのタスクとワークフローを自動化するのを支援しますと、堅牢の RPA 機能は、Microsoft Power Automate でできることの一つです。これはクラウドフローを介した475以上のコネクタを使用した API ベースのオートメーションから、オートメート、まあ、自動化ですね。から、 ロボットプロセスオートメーションと AI ビルダーによる UI ベースの自動化まで自動化ニーズの範囲をカバーする包括的なインテリジェントオートメイトソリューションですと現在自動化に最適なプロセスの優先順位付けがさらに容易になっていますプロセスアドバイザーは現在一般に公開されており人々の働き方に関する動作を提供して自動化から推測を取り消すプロセスマイニング機能ですワークフロータスクのマッピング組織のボトルネックの発見および自動化に最適な最適な あ時間のかかるタスクを検出できるようになりました。プロセスアドバイザーはユーザーごとまたは出席した RPA プランを持つユーザーごとにパワーオートメイトを使用するすべてのお客様が利用できますということです。まあ、仕組みはここを見てくださいねとなっていますで。アプリケーション分析を使用してより深い動作を得るアプリケーション分析を使用するところはまだプレビューですよってことですけどもアプリケーションの使用状況を理解することで記録からより多くの 動作を得ることができます。アプリケーションの分析の詳細とこれらのレポートの提供内容と以下のハイライトを確認できます。パターンと傾向を素早く特定する。えー、非効率性を特定して時間の優先順位を変更する。より深い動作を得てプロセスを合理化するということですね。そういうことができますよ。組織内で使われているアプリがどういうものが使われていて、えー、っていうのを自動化して集めてこういうふうに、これは Power BI なのですけどね。 ダッシュボード化してくれる、レポート化してくれますよということですと。で、推奨される自動化でインサイトをアクションに変えると。新しい機械を特定してオートメイトの推奨事項、これもプレビューですけども、のえ操作方法を合理化してパワーオートメイトを使用して自動化する内容に関する詳細な洞察を得ることができますと。プロセスマップ内の推奨事項と、 自動化の機械を確認し、スマートオートメーションとガイド付きステップを使用して推奨される自動化を素早く実装します。えー、つまり3つ挙げられてますけれども、自動化の機械を特定する、えー、組み込みコネクタを使用して自動化を迅速にスケーリングする、ガイド付きステップをすぐに開始するということです。はいまあ、詳細はこちらをご覧くださいとなっておりますので、そちらを見ていただいたらいいんじゃないかなと。 思いますこれから管理とセキュリティの話、えー、複数の業界の組織がプロセスアドバイザーを既に使用していますよということでこれ事例の話ですねはいということで自動化から推測を取り除きましょうということでこういう機能がもう展開されてますということ、まあ、一部プレビューですけども使えますよということのご紹介がパワーオートメ t トからでしたはい で、ちょっと Power BI は長いので飛ばしまして、最後にですね、Power Virtual Agent の方にちょっと行きたいなというふうに思います。もうちょっとお付き合いください。はい。Power Virtual Agent は2件ございます。え一、ー、1つ、こちらですね。Partner with Admin to Rollout Bot in Microsoft Teams ということです。よいしょ。えーっと,っとっとっとい。はい。 管理者と提携し、Microsoft Teams で Bot をロールアウトと。えー、Microsoft Teams とパワーバージョンエージェント統合を開始して以来、Bot を作成をテスト、及び Microsoft Teams 内のユーザーに公開するのがいかに簡単であるかについて、お客様から多くの興奮が得られましたと見られましたと。最も一般的に尋ねられるベストプラクティスの質問の一つは、Microsoft Teams のユーザー向けに Bot を公開する方法ですと。 パ、えー、ーバーチャルエージェントを使用すると、ボット作成者は同僚セクションで構築されたアプリストア、Microsoft Teams で、えー、直接チームメイトと直接ボットを共有したり、も詳細こっちねってことですね。それから、Teams 管理者とパートナーを組み合わせてボットをより広い視聴者に展開したりできますと。ボットのビジネスシナリオによっては、Microsoft Teams 管理者との提携がボットをロールアウトする最良の方法です。 多くのお客様は管理者の承認を得るために、えー、とボットを提出する方法を知り、チームズ喜んでおりますと。マイクロのチームズ喜んちょっとこうわかんない、はい。ここではお、この体験に関する管理者と簡単にパートナーを取り組む,こ組むことができるように、パートナーを組むことができるように、えー、ラーニングとベストプラクティスのガイダアンスを共有していますということですね。えー、とつまり、パワーバーチャルエージェントのボットをある人が作りました。で自分が作ったとしましょう。 ね、自分が作ったいいボットができた。これはみんなに使ってもらったらとってもいいんじゃないかと思いました。で、e a m s で公開したいと思いましたと。ところが自分は Teams の管理者ではございません。まあ簡単に言うと、マイクロソフト365の管理者ではございませんと。ね、なので、えー、公開しようにも、えーと、自分にはその権限がない。って言った時に、Teams の管理者に言って、こんなの作ったんだけど、これチーム、えー、各チームの中で、 えっと、使えるようにしないっていうふうに言って、その管理者が OK、ああ、いいね、これ、便利だねって言った時の話ですね。そういうふうにしないと、まあ、企業内で公開できないよっていうこと。その時のラーニングとベストプラクティスのガイダンスっていうお話です。はい。で、それが、まあ、ここにいっぱい書かれてますね。管理者の承認を得なきゃいけないよねとか、まあ、先に使ってもらうっていうのがステップワンですよね。まずね。それから、 提出を承認する管理者、管理者側の話ですよね。それから、管理者とパートナーを組んで、ユーザーのボットを事前に固定する。とかね。探しやすくするってことですよね。組織内のボット、の、アプリケーションを、この、ストアって言ったらいいかな。アプリケチームズ内のアプリケーションを検索できるところがございますけれども、えーと、ここの中で、まあ、上の方に出したいよ、とかね、いうことですよね。それが事前に固定するってことですよね。ピン止めって言ったらいいかな。 はい、で管理者は事前固定リストでボットを選択することによりチームアプリをえと事前に固定できますと見やすいところ検索しやすいところに固定できるよということですよねっていうのがあったりしますのでもしねこういうことを考えられている方がいらっしゃいましたらぜひぜひ一回ベストプラクティスとしてこれを読んで、まあ、リンクもね各リンクも読むといいでしょうでやってみてくださいということですはい続いて パワーバーチャルエージェントの二つ目でございます。パワーバーチャルエージェントインテグレーションウィズボットフレームワークコンポーザーイズナ a l ジェ a ラリーアベラブルってことですね。はい。そうなんですよね。今回あの、ビルドで発表があったようで、僕ちょっと詳しく見てないんですけど、一応その文言等々は見ていて、うん、ボットフレームワークコンポーザー、あの、これまでね、Azure 側で、えー、っと、ボットフレームワーク使ったやつって、 えっと、bot フレームワークを公開するための web、えー、アップスを独自に作って、で、web アップスベースのね、えっ、ー、と、これサービスがありますけど、作って、そこに公開するっていう形だったんですけども、どうやらそれがレガシーになったっていう情報を見ました。で、新しく Azure Bot っていうものができて、そっち側を今後は使ってねと。サービスが新しくできたってことですね。で、それは bot フレームワークコンポーザーベースになっているので、 まあコンポーザーを使ってこれからは作っていこうねという話になってますっていうのが Azure 側の Bot の最新のトピックで出てました。で、多分それに、えっ、ー、と、パーバチュラルエージェントがもう引っ張られてというか、まあ、えー、と共有化していこう、共通化していこうという流れなんだと勝手に思ってます。はい。なので、えっ、ー、と、何を言ってるかっていうと、対象分野の専門家からプロの開発者まで あらゆるレベルの技術的能力を持つボットの作成者とかチームが、ボットフレームワークコンポーザーを使用してカスタムコンテンツを作成してパワーバーチャルエージェントに追加してホスト及び実行することで、インテリジェントで強力なボットを共同で構築できるようになりました。はい。ということです。なので、ボットフレームワークコンポーザーってこれまでは、そのどっちかっていうと、プロユースですね。プロの利用を想定されていたんですけれども、 えっと、これ見るとわかるんですけど、パワーバーチャルエージェントで Bot を作った方、作ったことがある方であれば、すごい似てると思います。思うと思います。はい。でその通りでとっても似てます。あの GUI ベースですね。画面でポチポチやっていくことで Bot を作れるように Bot フレームワークコンポーザーもなっているので、なので、あんまりね、遜色なくというか、あのー、うん、特別なことなく Bot フレームワークコンポーザー使えると思います。ね。 なので、ここですね。これが Bot Framework Composer の画面ですけども、まあ、ここでニューダイアログって、ダイアログ追加していきますよと。ここはちょっとね、あの、こういうふうにソースコード出てたりしますけども、まあ、でも似てるでしょっていうことはわかると思います。はい。なので、えっと、今後は Bot Framework Composer で作ったチャットも、パ r ーバーチャルエージェントでホストできるようになる、なってるよっていうのがこの話ですよね。統合って言ってるので、まあ、同じものですよと。 ということですよね。統合していくよということです。で、詳細情報に関しては、ちゃんとね、ドックスの方を読んでみてください。これがドックスかなそうですね。これがドックスですね。はい。えー、そちらを読んでいただければいいと思います。まあ、こういうふうにすることで、まあ、パワーバーチャ,ャルエージェントも、えっ、ー、と、プロの開発者と市民開発者っていうのをあの、よりコラボレーションしやすくするようになっている流れでございます。ということが読み取れますよね。はい。 といったところでですね、ファーバージャレージェント2件が終わりましたので、以上となります。はい。はい。えー、画面を戻しました。ということでですね、えー、っと、前編ということで、ビルドアットの前編1個目でございました。はい。 えっと、ご紹介したのは PowerApps、PowerAutomate ーー、それから PowerVershalAgent ーーでございます。残りがですね、PowerBA と PowerQuery が残ってますので、えー、そちらは別の動画として提供しようかなと思っております。まずは前編ということで PowerApps、PowerAutomate、p o w e r v e r a l a g e n t のお話でございました。こちらだけでも十分盛りだくさんでしたね。ということで、皆さんぜひぜひいろんなところを見てみて 興味あるところを拾って学習してみていただけたらもと思います。はい、ご興味のある方はボリューム2ですね後編の方を VBA パワーペイリーの方を見ていただければと思います。それではそちらでお会いしましょう。有りごでした。バイバイ。